パラグアイ大使館が入居するビル中日パラグアイ大使館はパラグアイが日本の首都東京に設置している大使館である。在東京パラグアイ大使館とも呼ばれる。1922年パラグアイ初の中日公館として在東京パラグアイ領事館が設置される。ただし東京に大使館が置かれてパラグアイの大使が初めて就任したのは 第二次世界大戦が終結して、サンフランシスコ平和条約が発効した後の1956年である。また、中日パラグアイ大使館は、ベトナム、香港、マカオ、ブルネイ、ラオスを、兼割している。2018年2月16日より、ラウル・アルベルト・フロレンティン・アントラが、特命全権大使を務めている。歴代大使のうち2名が、日系パラグアイ人で、 八代目の伊佐尾田岡大使及び九代目の直行豊都市大使が日本生まれの日系パラグアイ人一世である。ありがとうございます。